お疲れ様です。ビッグアカイです。今日はですね、久しぶりのアフレコ動画となります。今回やっていくのが、以前もお話ししたんですけど、まあ路材の変更ですね。今まで私はブルカミアという路材を愛用して、まあ何年だろう、3年とか4年、まあ、下手したら5年近く使っているんですけど、これをですね、今結構まあ話題に上がっている流動路材、まあこれ自体はね、もう何年も前からあるのはあったんですけど、実際表に出てきてるのはまあ最近かなと思います。これをね、この過密飼育の環境下で使ったら果たして機能するのかどうか、そのあたりをね、試していきたいと思っています。今回は設置からあとは使用1ヶ月、まあその程度のね、感想なども述べていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。また1万人目指して YouTube 活動の方頑張ってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは本編の方にどうぞ。はい、ということでね、まずはちょっと水槽の方を見ていただきたいんですけど、まあ実はね、めっちゃ汚れてるんですよ。これ風呂管のところゴミめっちゃ溜まってるじゃないですか。まあこの辺のね、掃除とかもまあしようかなというタイミングで、ちょうどまあ以前言ったことやっていこうということで、今回着手するということになりました。まああのろ過装路材関係は私もね、ずっとこだわってやってきたつもりだったんですけど、一つのね、終着点に来てしまってたかなっていう気がしてたんですよね、ブルカミアのせいで。今ね、まあこうちょっと見てもらってますけど、左がね、物理ボックスが増設してあって、全ての路材はカゴ状のボックスに入れてあります。右上にあるのが、これドライろ過装なんですけど、実は高さが足らなくてほぼ意味がないようなね、まあ気持ちでろ過のちょっとでも助けになればなみたいな感じで、もうほぼ期待してないものがあって、その下が全部ブルカミアとサブストラットになってます。ここですね、ここが一番上がサブストラットプロで、その下3段、これがね、ブルカミアを使用しているというような状態で、その間には安永の AP40P を使って、バッキをしていると。だからエアーがね、下から上にずっと上がってるのはそのバッキの流れになります。今回着手するのはまさにこのね、心臓部というかブルカミアが入っている部分だから、この周りをね、全部片付けなきゃいけないんですけど、片した後で思ったのが、ドライろ過装使えないんですよ。水の流れ作んなきゃいけないのに、上から耐えてきたらね、意味がないから流れを阻害するんで、だからこいつはね、ちょっともうお蔵入りというかね、もうほんと捨てるぐらいの勢いで今仮に置いてますけど、あ、今っていうのはこれ全部やり終わった後ね。だから余計なことがちょっと加えられないかなっていうのは、流動ろ過ちょっと思ってますね。それ自体がまともに機能してくれないと、サブで何かやるっていうのはちょっとやりにくい印象が今のところね、この設備面ではあります。続いてね、路材関係、いよいよ取っていくんですけど、これがブルカミアじゃなくてサブストラットプロですね。サブストラットプロはね、丸い粒で平米確かね、480平米ぐらいのね、リッター480平米ぐらいの表面積がね、あった路材になってます。非常にね、粒が小さくて、ろ過装が小さいとかね、そういう問題を抱えている方には非常にね、おすすめできる路材なんじゃないかなと思います。通常のリングだとね、ガサが結構かさばるんで、量を入れられないんですよね。だからそういった意味で、こういう小さい路材っていうのは、私の考え方としては、ろ過装の小さい部分に使用するのがいいんじゃないかなと思います。で、今撤去していくのがブルカミアになります。これがね、粒も小さいんですが、めっちゃ汚れるんですよ。もちろんね、サブストラットプロにしたって、こんな風にね、ドロドロドロっとした汚れはついてたんですけど、ブルカミアの場合は目が小さくて、非常にね、詰まったら多分もう水通らないと思うんですよね、その部分。だからそういった意味で非常に性能は高いんですけど、メンテナンスがね、なかなか難しい路材ではあります。目が詰まってしまうと、当然水が流れない。この上でね、表面上にこんなノロが溜まってしまえば、下に水が流れないと思うんで、そういった意味で、ろ過を機能させることが、やっぱりメンテナンスをしないと難しくなってしまうという部分があると思うんですよね。こういった路材については。そこを流動路材、まあこれはぐるぐる回って目が詰まることがないでしょうから、果たしてね、
メンテナンスの頻度はどうなのかっていう部分、ただ気になるのはろ過としての性能、はい、ということでね、ろ過槽の中、メインのろ材は全て撤去終わりました。でこの後ね、この下にあるすのこを撤去して、下のね片付けというか掃除をしていくんですけど、このすのこ、今回の流動ろ過非常にね重要なキーパーツになります。これがないと今回成立しなかったというところなんで、使い方はまあ見ればあーなるほどねっていうところではあると思うんですけど、こういうのが必要だよっていう意味でね見てもらえればと思います。非常にね簡単な使い方をしてるんで、なんだこんなことかって思われると思うんですけど、やっぱり回して水を通して、でポンプで送って戻すっていう流れの中で、大事なことって、もちろんろ材を回すのはね流動ろ過の中では大事なんですけど、そのろ材をポンプに詰まらせないようにする、ポンプのところに行かないようにする、これがねやっぱり一つキーワードになってくるかなと思ってます。でこのすのこどう使うかと言いますと、今まさにね設置してますけど、右側のね方に2段重ねて、使用するというようになります。なんでかっていうと、右側にねレイシーの RMD401 のポンプがあって、そこにね吸い口がついてるんで、そっちからね水を引っ張ってるんですよね。だからそっち側に流動ろ材がいかないように、こんな感じに右側にね、スノコで壁を作ってあげると、まあ、いうのが今回のこのスノコの使い方だから、今回は本当に下にあったやつをたまたまねサイズ測ったらぴったりだったんで、そのまま使えたんですけど、もしねこれこういうろ過槽を使ってやりたい方は、こういうパンチングボードをご用意していただいて立ててあげるだけでも全然いいと思うんで、まあ固定するっていうのは必要になりますけどね。でここにね今度は水をね、足していかないといけないんで、これからねちょっと給水していきたいと思います。水も溜まったので、とりあえずねマカロニ M サイズ10袋ほどね、ろ過槽に投入していきます。ちょっとねどんな感じか見ていていただきたいと思います。で左下でエアレーションしてるんですけど、全然水が回ってくんないんでね、エアストーン追加して試しているところです。このねエアの供給量っていうのもなかなかね、どれぐらいの流量がいいの、どれぐらいの要するにエアストーンの数がいいのとか、配置はどうするのとかっていうのもね、最初は私も相当悩みました。で今ちょっと回ってるように見えてもね、あんまり上手に回ってくんないんですよ。これ10リッターなんですけど、右上ほとんど残っちゃってますよね、全然回んないのが。まあもちろんそのろ材が水なじみしてないっていうのがねあって、若干ね浮いてる状態ではあるんですけど、これが時間が経ってどうなるかっていうのも含めてね観察していったところ、ほらこんな感じにね、上手に少しずつ回ってくれて、右上のねやつがなくなってきました。なので追加でね、もう10リッター入れていきたいと思います。さあいよいよね入れ終わって、この日の夜がこちら。ということでね、まあ何時間と言われてもちょっと覚えてないんですけど、多分 4,5 時間ですかね、経つとこのようにね綺麗に回るようになってくれました。ただ20リッターって量が果たして多いのか少ないのか、私皆目見当がつかない、初めてなんで、
まあ、これはね試しながら量を追加するかしないかはちょっとね今後検討していきたいと思います。さてじゃあ水槽の方はどうなっているか見ていきましょう。はい、ということで水槽の方はこちらです。わかんないですよね、水は綺麗にしか見えないと思いますが、見た目にはね、私のあの本当に水槽の目の前で見た見た目的にはちょっとやっぱり初日だからって当たり前の話なんですけど、まあ、全然ダメですね。もうあの水っていう感じの状況でちょっとねうっすら白くなってるんですよ。少しね暗めに撮影してるんであんまり目立たないんですけど、ちょっとそうまだかな、やっぱ初日はしんどいよねっていうのはありました。ただこれね今実際1ヶ月近く使ってます。まだ落ち着かないですね。まだ先日ねろ過装のメンテナンスをもう一度したんですよ。今回メインの方のブルカミアが入っている方、まあ、これを入れ替えたわけなんですけど、その左側もね、2層なんでろ過装あったと思うんですね。であちらの方の炉材を全部ね清掃してもう一回使ってます。だから純粋に全部ね、流動炉材に置き換えたっていうわけではないんですけど、そちらの方がねちょっとペーハーの落ち方が早かったんで掃除して今ねまた様子を見てるというところですね。だから今のろ過の能力っていうのはそちらのねブルカミア以外のもともと使ってた炉材についているバクテリアのろ過による能力の方が大きいのかなと思ってます。多分容量としてはね同じぐらい20リッターぐらいは多分入ってるんじゃないかなと思うんですよね、そちらにしても。だからこれについては長期的に観察してみる必要があると。で一番大事なのは流動炉材にバイオフィルムと言われるバクテリアの住処ができることだと思うんで、この表面がヌルヌルしたりとかちょっと茶番でくるような状況にならないとろ過が効いてるあるいは効くという状況にならないと私は考えてます。だからそうなるまでは様子を見たいというところですね。だからこれがいい悪いっていうのは現時点ではちょっと判断できないかな、まだ使い始めなんで。まずは炉材をね、成長させないといけないかなと。炉材の飼育みたいな感じになりますけど、まあ成長させて、水が本当にこれきれいになるのかって、そこまでいったら左側の炉材も一旦全部取っ払ったら一体どうなるのっていうのも、まあ、試すのも面白いかなと思ってます。でちなみにブルカミアについては今のところ捨てないで取ってあります。もし本当にこれがダメだったらブルカミアを戻して、今まで通りのね、ろ過に戻そうと思ってます。だからこれが果たしてねメンテナンスフリーとはいえどこまで機能してくれるのか未知数な部分をチェックして皆様にこれからもご報告していきたいと思いますので、よかったら冒頭にも申し上げました通りチャンネル登録をしてお待ちいただければ幸いです。はい、ということでね今回はブルカミアをやめて流動炉材を使用してみたというね、動画になりました。皆さんいかがだったでしょうか。流動炉材にね興味のある方はぜひですね、コメントいただければ嬉しいです。またこれからもね、ろ過あるいはショップ訪問お宅訪問について動画をね、どんどん作ってあげていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録高評価コメントの方もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。